はい、アポロです。今日はですね、海外の日系企業で働くときの注意点という話をしていきます。まあ、海外就職に関する話ですね。まあ、前回どっかのね、動画で外資系企業で働くときのメリットみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、今日はですね、ちょっとデメリット的な話になります。で、海外で働く場合っていうのは、まあ、おそらく9割以上の人は日系企業で働くと思うんですね。外資系企業で働くにしても、いきなりですね、まあ、ゼロからこう、外資系企業に就職するんじゃなくて、まずは海外の日系企業で働いて、そこである程度キャリアを積んで、スキルを高めてから外資系企業に転職するっていう、まあ、キャリアパスを通る人が多いと思うんですよ。で、日系企業で働くときっていうのは、まあ、当然ですね、いろんなメリットもあるんですけど、デメリットもあるんですね。特に、こう、キャリア志向が強い人とか、まあ、向上心のすごくね、高い人っていうのは、まあ、今日お話しすることがね、結構ネックになってくるんじゃないかと思うので、まあ、聞いていただきたいと思います。で、僕がですね、まあ、日系企業か、この海外の日系企業で感じた問題とか、実際それが原因で、ちょっと仕事をね、会社を辞めたなんてこともあるんですけど、まあ、日本の文化といえばやっぱこれですよね。年功序列。まあ、未だにね、こういう文化って残ってますけど、まあ、ビジネスにおいてはもう本当に、まあ、あんまりよろしくないというか、年を取っているだけで、まあ、それなりのね、給料があったり、待遇が良くなったり、ポジションが上がったりっていうのは、やっぱりそういう会社って徐々にね、こう姿を消してきてるというか、やっぱりビジネスとはいえ、生き残り合戦なので、やっぱりこう実力とかね、パフォーマンスベースで、その、査定をしていかないと、年ばっかり取っていく、全然使えないみたいな人が増えていったら、それは会社の業績が悪くなるのは当たり前ですよね。でもやっぱり日系企業ってこういう風土がまだ未だに残ってるんですよ。年じゃなくても、社歴が長いだけで勝手にポジションが上がっていったら給料が上がっていってるってことあると思うんですけど、まあ要するに、その、成果主義じゃないってことですね。じゃないってことですね。やっぱりこうビジネスって、まあスポーツとかもそうじゃないですか。どんなにやっぱり、ね、実績のある選手でも、ある程度年を取ってきてパフォーマンスが落ちてきたらレギュラーから外されたいってあると思うんですけど、まあ普通に考えてそうですよね。やっぱりビジネスでこう生き残っていくためには結果を出していかないといけないので、どんだけこう歴が長くて、社歴が長くて、年を取っていたとしても、全然ね、パフォーマンスの低い人っていうのははっきり言って、まあいらないわけですよ。でもやっぱり日本ってこの年功序列文化がすごく浸透してるから、もう社歴が長いだけで勝手にポジションが上がったりとかね、っていうのはあると思うんですけど、まあ、海外の日系企業、海外に拠点があるとはいえ、未だにこういう風潮があるんですね。うん。だからどんなに頑張っても、その上の人間が抜けないと自分はポジションが上がらないみたいなことがあるんですよ。まあ、それでね、こう一気にこうやる気が出なくなってしまうというか、特に向上心が強い人ですね。どんどん上に行きたい人っていうのは、やっぱりこういう文化はすごくこうマイナスに作用するというか、僕自身もまあこういうのはすごく嫌で、こう日系企業ね、もう働かないというふうに決めたこともあるんですけど、まあ、これだけじゃないんですよね。もう一つ大きな問題があるのは、これです。駐在員との格差。まあ、主にこう現地採用の人に当てはまること、僕はずっと現地採用として働いてきたので、まあ、駐在員という身分で、ね、働いたことはないんですけど、これがすごく大きいんですよ、駐在員との格差っていうのは。どういうことかっていうと、例えば自分が会社に、ね、日系企業、海外の日系企業で働きますよね。で、例えば、こう、まあ、昇進していくじゃないですか、上のポジションに。その時に、もう、上のポジションは全部駐在員から取っちゃってるんですよ。取っちゃってるというか、もう駐在員のためのポジションだから上に上がれないみたいなことになるんですよ。例えば、その現地支店の一番上の支店長とか、まあ、そこのトップですね。トップっていうのはもう日本から派遣されてくる駐在員になるっていうふうに決まってたりするんですよ、会社によっては。そうすると、どんなに頑張っても支店のトップに上がることはできないと。まあ、せいぜいマネージャーグラス止まりで、そのね、一番手二番手とかにはもうなれないみたいなことって結構あるんですよ。まあそれは会社の方針なんで、別にね、その会社がそういう方針を取るっていうんだったらそれでもいいと思うんですけど、
特に現地採用として働いて上に行きたいっていう人間にとっては、もうすごくなんかもう将来が見えるというか、だってどんなに頑張っても支店のトップに立てないんだったら、多分10年後もね、20年後も、まあ、そんなに今と変わんないような状況になってるわけじゃないですか。つまりもう、そのアッパーが決まっちゃうんですよね。自分の受けるポジションの、どんだけ頑張ってもここより上のポジションじゃいけないみたいなのが決まってるわけですよ。それってなんかすごく、まあ、あるいはもう人生が確定してしまったみたいな感じですよね。もし自分が今、例えばマネージャーとかってね、まあ、ポジションについてたとして、現地採用として、で、さらに上を目指したいってなっても、もうそれ以上上のポジションは全部もう駐在員がなることになってるみたいな、ことも決まったりするんですよね。で、それだけじゃなくて、例えばその、まあ一般職のポジションでも、もう駐在員のためのポジションみたいなのもあるんですよ。僕が最初にこうベトナムで働いてて、まあ一番辞めるきっかけというか、ちょっともう、いいかなと思ったのは、やっぱり、その、業務があったんですね。インバウンドとアウトバウンドって、まあ旅行業にね、の人は分かると思うんですけど、インバウンドっていうのは日本から来るお客さんのアレンジとかをする部署。アウトバウンドっていうのはそこの現地の人たちを他の国に送り込む。まあ、いわゆる海外旅行ですよ。の部署なんですけど、ちょうど僕が、まあ、働いた時に、その会社がアウトバウンド事業を立ち上げる時だったんですよね。で、僕はアウトバウンドやりたかったんですよ。ずっとまあ日本でね、こう、まあ、現場で働いてきた人間だったんで、ちょっと新しいことに挑戦したいから、アウトバウンドやりたいんですっていうふうにね、まあ、こう、支店長に掛け合ったわけですけど、当時の。でも、アウトバウンドのポジションはもう駐在員がね、日本から来るから、その人からもうやることは決まってるっていうふうに言われて、って思ってね、そこで、じゃあもういいかなって思ったんですよね。やっぱりこう、やりたくても、もうなんか全部駐在員がやることになってるって言われたら、まあ、それ以上もうどうしようもないというか、そこが実力でね、じゃあ、こう、実力で決めるわ、みたいな。やってみて、結果が出ればやらせてあげるし、結果が出なければやらせませんっていう判断基準であれば、まあ自分が頑張ればいいわけじゃないですか。でも、もう、花から駐在員がやりますっていうふうに決まってたら、もうどんなに頑張っても無理なわけですよ、はっきり言って。特に会社の規模が大きければ大きいほど、その、権限ってものがあるんですか。支店長は OK しても日本の本社が OK しないみたいなこともあるわけですよ。そうすると結局もう全然ね、こう、まあ良くなっていかないというか、もう自分のキャリアパスが見えてしまうから、あ、どんだけ頑張っても自分はもうこれ以上上のポジションにはいけないわって見えちゃうんですね。だから、まあ、その駐在の方にね、申し訳ないですけど、現地採用としては結構もう、なんかすごくやる気がなくなるというか、っていう風になっちゃうんで、まあ、現地採用として海外企業に就職する場合っていうのは、やっぱりこう長期的に住むんだろうね。自分のキャリアパスっていうのを考えないといけないと思うんですけど、結構未だにね、日本に本社を構える大企業の現地支店っていうのはこういうスタンスが多いんですよね。日本からこう駐在員がやってきて、まあ、上の方のポジションは全部駐在員が占めちゃうみたいなことがあるので、まあ、その辺も踏まえた上でね、こう働くようにしないと、まあ、今から10年後も20年後もね、大して変わらないポジションで、大して変わらない給料でね、働き続けるってことになってしまうので、まあ、ぜひですね、その辺、まあ、将来的なキャリアを見つつ、僕個人としては、外資系企業に、ね、転職することをお勧めしますけど、外資系企業でも実力が良ければ、すぐに引き上げてくれるから、もう成果主義なんですよね。だからもう、別にそこ上が見えないし、いくらでもね、どんどんこう、ステップアップできるんで、まあ、ぜひですね、こう、そういう、まあ、フラストレーションを抱えている人とかいたら、まあ、外資系企業ね、キャリアとかスキルを積んで、こう、まあ、挑戦するっていうのが、おすすめです。では、今日は以上です。最後まで見ていただき、ありがとうございます。